はい、カパーチブロカッパ園長です。じゃあ今度はね、鬼滅の刃ネタではあるんですけども、まあ映画それ自体のお話じゃなくて、なんかね、海外でこれが日本の楽器なのか、なんか日本のある伝統楽器で奏でるこの鬼滅の刃映画のね、この主題歌になんか絶賛の声が集まってるって、そういうお話なんですよね。まあ現在公開中の映画、劇場版鬼滅の刃無限列車編が公開からわずか17日間で興行収入157億円だそうです今。観客動員数が1189万1254人を記録。2009年公開のアバター、まあ、156億人が億円。2008年公開の崖の上のポの155億円を超え、歴代10位となったことが分かりましたと。映画のヒットに合わせて、この、リサさんで合ってるかな、担当した映画の主題歌、炎もオリコンチャートで3週連続1位を記録。でアニメ版主題歌のこれなんていうの、グレンなんちゃらが収録されたこのリサさんの最新アルバムも週間ランキングで3冠を達成、記録していますと。で今回はこの和楽器演奏楽団のこれなんて読むんだろう、キネイエナミさんっていう方が率いるキネイエナミ社中、まあなんかプロの和楽器集団っていうことらしいんですよね、の方々が投稿した動画からですよと。で、まあ三味線、尺八、何でしたっけこれ、そう、あ、琴か、琴で、和太鼓によってこの演奏されていると。グレンゲを演奏されていますと。で、まあ作品をイメージした演出も取り入れられていて、その完成度の高さに海外から、まあ称賛の嵐がっていうことらしいんですよね。これまあ動画あるんで、まあ興味ある方は読んでみてもいいんじゃないでしょうかね。じゃあここからはね、世界中の人たちの反応を見ていきましょうかね。まずアメリカの人、あの人たちめちゃめちゃかっこいいんだけど。で、このインドネシアの人、聞いてる間、俺の腕の毛がピンと起き上がってたよ、本当に心地いい時間だった。で、ニュージーランドの人が、ずっと三味線と琴を習いたいと思っていた、あのギターみたいな楽器ともう一個の弦楽器、どっちも音色が本当に素晴らしい、でも基本習得するのに、何年もかかりそうだけど。で、次、国籍不明の人が、日本の楽器ってかなりの正確性が求められるんだよね。で、アメリカの人が、しかし演奏してる姿が本当に優雅だ。日本の文化は実に美しい。国籍不明の人が、もしあの人たちが私の祖父母だったら、いかにクールなおじいちゃんおばあちゃんなのか、ずっと友達に自慢すると思う。フィリピンの人が、剣と布で呼吸を模したのは天才的だわ。へぇ、ああ、確かに。アメリカの人が、誰かマダムの耳飾りの話題もしてくれよ、ものすごく綺麗だし、厳かじゃないか。で、国籍不明の人が、個人的にはこっちの方が本家よりアニメの世界観に近いんじゃないかと思う。もちろん、リサが歌う曲も好きなんだけど、伝統楽器の方が作品の時代設定に合っている気がする。これはあくまでも個人的な意見、最高。で、アメリカの人が、どうせなら作品の中であの楽器を弾いている鬼の方のコスプレをして欲しかったかも。あー、なんか女の人いましたね。で、アメリカの人が、この動画見てジョーク言える気分にはなれないな、文字通り息を飲むようなパフォーマンスだった。で、国籍不明の人が、こういう日本の伝統楽器の演奏者って必ずと言っていいほど年齢重ねた人たちが多いね。で、それに対してコロンビアの人が、日本の芸術を極めるのは長い時間かかるから。でも和楽器バンドってありませんでしたっけ、結構若い人とかね、たくさんなんか活躍してたと思ったんですけど。で、メキシコの人がそれ言ってますね、もし若いバンドが見たいなら和楽器バンドで調べたらいいよ、伝統楽器と現代の楽器を融合させている、個人的には最高だと思う。で、アメリカの人が、面白いのはこの動画に登場する楽器はどれも作中で鬼たちが弾いてた楽器だってこと。で、彼らは罪を洗い清められて人間に生まれ変わったのだろうか、この曲を演奏することで鬼殺隊の人たちに感謝の気持ちを伝えているんだろうか。なんか混同しちゃってんのかな。いろいろ想像してるのかな。
国籍不明の人がどうしてなのか、日本人は年齢を重ねるごとに生き生きするんだよね。でマレーシアの人、あの女性はどうやってフルート完璧に奏でてるのかって、全ては呼吸なんだ。でまた違うマレーシアの人が、あの楽器の場合マジでそれっぽいよね。でこのドイツの人が、伝統とアニメの、大好物です。聞いてて本当に楽しい。今後のますますの成功を願ってます。ドイツより愛を込めて。でアメリカの人が、これが日本の楽器か、本当に素晴らしいな。でカナダの人が、僕が日本を愛する理由はこういう面にもある。彼らはいつだって世界を驚かせるよね。伝統を今日まで、ここまでよく保存してる国はなかなか珍しいよ。でアメリカの人が、心に迫ってくるような音色が大好き。国籍不明の人が、俺と連れたちはこれから50年経ってもアニメファンで、新旧アニソン弾いて、聞いて盛り上がっていく自信がある。でアメリカの人が、そうなったら素晴らしい人生じゃないか。で国籍不明の人が、ところで主人公の炭治郎がイヤリングしてるけど、ああいうのって本当に日本の文化なの？で、アメリカの人が、あの三味線レディは炭治郎のおば、祖母で通るだろう。実際に彼に似ている気がする。で国籍不明の人が、ちゃんと社会的距離も守ってらっしゃる。でポルトガルの人は、美しいし幻想的なもの、幻想的なものを感じたよ。鳥肌がやばいね。で、ドイツの人が、本当はこっちがオリジナルでリサがカバーしたんじゃないの？とか、アメリカの人が、正直大好き。音楽はもちろん、刀を使ったスタイルとか、キャラに合った色の布を使ってるところとか、いろいろ。何より着物と伝統楽器が全てを最高にしてるよね。フィリピンの人が、全ての日本人、あなたたちの楽器は最高にクール。いつか手にしてみたいけど難しそうだな。アメリカの人が、日本のこういう部分最高だよね。伝統を守って独特な方法で未来につないでいくんだよね。国籍不明の人が、ロックなおばあちゃんってなんであんなにかっこいいんだろうな。でアメリカの人が、演奏は言うまでもなく、技を表現する演出も素晴らしかった。日本の伝統楽器でカバーしてくれてありがとうございます。作品の雰囲気にも本当に合っていました。まあかなりいっぱい、コメントあるんで、ちょっとね、キリがないんでこの辺にしときましょうかね。でこれオリジナル動画の方のコメントもね、すごいことになっていて、大半がね、海外からの人、海外の人たちだったんですよね。まあもし、なんだろう、お手数というか面倒でなければ、この動画自体、見てもいいと思いますよね。まあいろんなカバーバージョンってすぐ次から次へと出てきますけど、これはこれでね、すごい素敵な内容だったんじゃないかなと思いますね。まあどういうわけか、亡国からのね、三味線も尺八も琴もね、すべて亡国起源みたいな、そういうコメントが今回はどうもなさそうだったのが、あったわ。意外だって言おうとしたけど、やっぱ予想通りみたいな。まあなんか羨ましいんじゃないですかね。多分それだけだと思いますけど、まあ改めてね、この伝統を守るね、でそれをこう継承していくっていうね、大切ですよね。まあ言うのは簡単なんですけどね、難しいですよね。いいじゃないですかね。でなんか習いたいと思うとかね、こう手にしたいとか、そう言ってるコメントがすごい多かったんですけど、三味線とか琴とかまだこの和楽器の中でもメジャーな方だし、習おうと思えば結構習える環境って整ってる方だと思いますよね。なんか他はなんか、なんていうのかな、まあちょっとね、だっけ、名前忘れちゃったんですけど、ね、有名にした人がいるから知ってる人も多いと思いますけど、雅楽とかで使われる笙とか、ああいうレベルになっちゃうともうね、弟子が一人の師匠にずっとついて長い期間ね、教わらないと、その奏法を習得できないとかね、そういう感じだったと思うんで、しかもその奏者自体がどんどん減ってってるんですよね。めちゃめちゃ難易度が高い上にね、もともとがこう狭きもんの、こう、そういうのもあるんでね、この辺なんとかこう絶やさずにね、繋いでってもらいたいですよね。ロックなおばあちゃんがちょっと面白かったですけど、いや、とても素晴らしかったと思いますよね。普通に、日本国民で、そもそもあんま全然よく知らない、僕が見ても普通に、ああ、なるほど、面白いなと思いましたんで、まあ、もしよかったら動画をね、見てみてもいいんじゃないでしょうか。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。